You don't care what you're doing to me. What's up guys? Welcome back to my channel. 皆さんお久しぶりです。ヨッシーです。とね、まあツイッターで多分もうあんまり時間ないから今喋ってくるんやけど、とりあえず今日3度目の挑戦ということでした。スターバックスの面接3回目。違う店舗やなけどな。行ってきます。もう今日こそ頑張って受かります。めっちゃ緊張してるし、もうこれから多分あんまり着いたらパパって行かなくんから、まあ、動画撮る時間ないから今パパッと撮って行きます。じゃあまた後でね、行ってきます。Tell me about yourself. I'm a recent graduate from Japan. Before I moved here, interested in learning the world about the world of code. まあもうちょっとつくんやけど、なんか自分いつも緊張したり、まあ普段からやねんけど、英語早く話そうとする癖があって、ほんまにこれ良くないなと思って、自分が早く話そうとすると相手もそれに合わせてくるから、とりあえず今日は自分のペースに持っていく。ちゃんと自分の言葉でゆっくりとでいいから自分の気持ちを伝える。これがマジで大事だから、ちょっと緊張する。あ、行ってきます。バイバイ。はい、皆さんお疲れ様です。今ね9時26分やねんけど、だいたい面接が20分ぐらいかな、20分ぐらいの面接でした。はぁ、緊張した。めっちゃ疲れた。まあ、結論から言うと、まあ感触はちょっとはいいけど、けど全然英語でこだわれへん部分もあったから、そこをどう思ってるのかなと思うけど、で、なんかまあ結論ですね。で、その、これは自分のためにも、まあ、記録用に残しとくんやけど、聞かれた質問が確か4つぐらいあって、まず1個目が、なんでスターバックスで働きたいか？これはもう俺もうめっちゃ練習してたから、あ、来たこれと思って、もう完璧な答え言って、もう、she was like, oh, I like it, みたいな。もう感じちゃったから、oh, いいねって感じちゃってんけど、その次に聞かれたのが、今までなんか人と協力して、なんか成し遂げたことあるみたいな。同じ共通のゴールを。っていうので、これもう俺割と練習してね。これも、お、来た来た来た。ここのノートにめっちゃ書いてんねんけどな。めっちゃ練習してて、お、これも、まあ、すんなりと答えれて、その次、これが俺はもう全く予想してなかったんけど、まあ、Tell me about a day as a barista みたいな。一日、バリスタとしての一日を教えてみたいな。こんなん、どう答えたらいいねんと思いながら。もうとりあえず適当に、めっちゃ適当に言って。ここでは結構英語もボロボロやったから、正直、ちょっとわからへん。よかった。ここはどう思われてんのか不安やねんけど。で、その後、人に教えるときは、どうするみたいな。新しい人に教えるときどうやって教えるとか、まあ、そんな感じのニュアンスの質問でした。まあ、これも割と、まあ割と悪くなかったんじゃないかなと思います。はい、まあこの4つかな、今パッと思い、多分この4つだったと思う。もう一個聞かれたかもしれないけど、ね、ちょっと今思い出せん。もう緊張してるし疲れたしなで、まあ頼むから受かっててくれ。で、今日木曜日やねんけど、あの月曜日までに、まあ、受かってるか受かってないかの連絡が行くって言われてるから、まあ、また神様に祈ります。やるだけやったのでお願いします。働かしてください。はい。あの、今まで来た人の中で、ほんまにいっちゃん働きたいなと思った。なんかみんなめっちゃ仲良さそうやったし、なかなか気が出えへんみたいな言ってたから、みんな、仕事が好きやからな、そこでの。だから、頼むって感じ。また結果も皆さんに報告しますので、お待ちを。あと5個目の質問思い出した。スタバの好きなドリンクは何やったわ。で、まあ自分はチョコレートクリームコードボーイって言って、まあ理由も日本にないし、すごい美味しい。で、これも結構割とうまいこと会話が進みました。ごめんな、ちょっといっぱい喋りたいんやけど、さっきのスタバのことで、なんかいい、ちょっと割といいな、何交換、この今回の感触が良かった理由が、その面接してくれた人が言ってて、あのパート他の従業員に、あ、今度ヨシっていう人とで面接すんねんって言って、みんなそのアニメとか好きで、割とえヨシみたいな感じだったから、お、これはワンチャンあるんじゃねえと思ってちょっとまだまだ喋り足りひんし、頭なんか整理できてないからあれねんけど、まあ、今日スタバの面接が3回目やって実はな。で、2回目行った時は、あの俺、あ、自分の他にあと24人面接するって言われて、もうその時点でもう無理やなと思ってんけど、もう今回はあと1人だけやったから、わら、そのコンピートする人が少ないから、可能性あるんじゃないかなと思います。はい、今からねちょっとやらなきゃいけないお仕事が残ってるので、それをしに、終わらしにカフェに行きます。行きましょう。 You don't care what you're doing to me. Hello, can I get every setback, every mishap, every time you say you won't go change. So you get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same.はい、まあね、じゃあちょっと翌日にはなってしまったんやけど、まあ、昨日連絡が来て、そのスタバの結果報告の
動画になります。結論から言うと採用されました。はい、3度目にしてようやくスタバの面接受かりました。アメリカのスタバで働きます。まあそうやな、まあ今言った通り一応合格はしました。でもなんかまあちょっと条件付きじゃないけど、もともと働きたいと思って応募した面接した場所でトレーニングをして、その後違うところに行ってくれるみたいな、違うところで働いてくれるみたいになって、まあその多分その場所ではあかんくても他に人を雇ったから。でもまあありがたいことにそのマネージャーさんがすっごく優しくて、まあ俺にスタバで働いてほしいから、ここのお店やったらもう働けるよみたいな、でうちでトレーニングするからその後行ってくれるみたいに言われて、まあだからそういう結果で一応受かった。だからほんまにめちゃめちゃありがたい、いい人に出会ったし、ほんまにでも、まあ、俺としてはそこで働きたかったから、まあちょっと複雑な気持ちであるんやけど、まあそうやってせっかくチャンスをもらえるから、まあそれはありがたいこと、ありがたく、まあね、受けさせていただくことにしました。まあでもトレーニングが来週からね、始まるから、もういきなりね、ドタバタやし緊張やし、まあまずはクビにならないように頑張らないとあかんから、うん、っていうのがまあ、はい、こういう感じの報告です。で、それが、この連絡が昨日あってさ、俺働いてて、あ、まあ音楽聴きながら仕事できるから、音楽片方でイヤホンしながらしてて、仕事してたら、そのマネージャーの名前から来て、音声読み上げるよね、イヤポッツキで聞いてたら、あ、マネージャーからメッセージ来たでって言われて、あ、来たと思って、恐る恐る見たら、まあ、私のところで働けないけど、このポジションなら、この違う店だならいいよっていうのが来て、もうめっちゃ正直複雑やった気持ち。さっきも言った通り、やっぱりな、そのお店で働きたかったから、あれやねんけど、それでもまあやっぱりそうやってチャンスくれるっていう、まあ、めちゃめちゃありがたい人に会ったから、まあ、そうやな。嬉しい。シンプルに嬉しい。あと、こうやって自分の力で、アメリカの企業で、日本の何?日本、まあコネクションだったり、日本語っていうツテを使わずに、ゲットできた初めての仕事やから、まあシンプルに嬉しいし、ありがたいし、まあなんか自分の気持ちが伝わったのかなと思うのは、そこはすごい嬉しいかな。まあやけどね、まあこっからやからね、もちろん雇われてからが本番なんで、まあ来週からしっかり頑張って勉強してってやっていきたいなと思います。でこれからだからね、スタバのトレーニングの1週間みたいな Vlog も出ると思うので、まあ僕もねまだまだなので、英語も頑張っていくし、まあこれからの生活も頑張っていくので、皆さんちょっとでもなんかね、僕からインスパイアされたり、一緒になんか頑張ってもらえるようにとか、まあ全然日本語やったらごめんなと思ったら、まあと思ってもらったらすごい嬉しいですっていう、まあ今日はこういうね、この間の面接から今日のまでの動画はこんな感じですということで、じゃあ来週からのトレーニング動画をお待ちし、見た楽しみにしておいてくださいということで、 Thank you guys so much for watching and I will see you next video.